フランス・スナイデルスはフランドルの動物画家及び生物画家である。スナイデルスはアントウェルペンで生まれ、同地で没死した。1593年にピーテル・ブリューゲルの弟子であったことが記録されている。ついで、アンソニー・バンダイクの最初の師であるヘンドリック・ファン・バーレンから教授を受けた。スナイデルスはバンダイクの友人であり、バンダイクはスナイデルスを幾度か描いている。 スナイデルスは1602年にアントウェルペンの画家の組合に所属する親方となった。1608年から1609年にかけてイタリアへ赴もき、ローマも訪れた。ミラノではフェデリーコ・ボロメオスー奇教のために働いた。1611年にはコルネリスでホスや動物画家のパウルデ・ホスの姉妹であるマルガレータとアントウェルペンで結婚している。ヤン・フェイトは彼の弟子で 1629年からは女子となった。ヤチョカリカンバスに、油彩、194X340 センチメートル、スナイデルスは最初は花、果物などの生物を描いていたが、後に動物を描くようになり、狩りの獲物や野生の動物を描いた作品を卓越した技術と情熱で創作した。彼は最初期の専門の動物画家といえる。構成は豊かで、バラエティに富み、 デッサンは性格で勢いがある。タッチは大胆で動物の皮膚や毛皮の異なった質感を非常によく表現している。スナイデルスのこの分野における卓越性はルーベンスを簡単させた。ルーベンスは自身の作品の動物や果物、生物の描写をしばしばスナイデルスに依頼している。彼はこのような形でヤーコブ・ヨルダンスや他の画家の作品制作にも 協力している。スナイデルスのサインのあるライオンガディアイノシシ狩りの作品には時折ルーベンスの手が入っている。彼はルーベンスの遺言執行人の一人だった。スナイデルスは南ネーデルラント総督のオーストリア大公アルブレヒトの首席画家になり、大公のために主要な作品のいくつかを制作した。そのうちの一つ、シカガはスペインをフェリペ3世に送られた。 フェリッペ3世や後継者のフェリッペ4世がスナイデルスに資料の獲物の作品を依頼したので、それらの作品は今もスペインに所蔵されている。彼はまた総督レオポルトビルヘルム大公のためにも作品を制作している。ありがとうございます。